はい、どうも、ヒアレスでーす。どうも、カイノネスです。はい、ですね、今週、はい、スプリームの、ウィーク4ですか。そうですね、今週土曜日ですね。はい、はい、始まるんですけども、アイテムの方をですね、まあ、いろいろチェックしてると、ね、まあ、なんか、世の中的にというか、はい、なんか世間の意見みたいなのを読んでみると、はい、なんかまあ、あんまりこう、欲しいものあんまないのかなみたいな、あ、そうなんですか。雰囲気出てるんですけども、はい、でもなんか内容を見てると、今回ね、ベルベットアンダーグラウンドとのコラボってことで、わり、ね、はい、まあ、かし音楽系とか音楽の方が好きな人っていうのは、まあ、そうですね、まあ、アートが好きだったりとか、うん、音楽好きな人は割とあれですね、注目してる感じありますよね。なんかそういったサイトも紹介に力入れてたりとか。そうですね、僕が見ている音楽サイトのブルックリンビーガンっていうサイトがあるんですけど、割と尖ってるサイトなんですけど、はい、そことかがもう普通にシュプリームとこのベルベットアンダーグラウンドを紹介してましたからね。なるほど。まあなんかそういった意味で、まあ普段はみんなあまり関心持ってない人も、ね、今回はちょっと関心持ってるというようなイメージかなって。なんだったら買おうかなって思ってる人もいるんじゃないですか、ね。なるほど、そうですね。はい。まあじゃあちょっと個別にちょっとアイテムを見ていきましょうか。はい。まあ頭からね見ていくと、今回のアイテムで言うとですね、はい、レイオンシャツがありましたね。ブラックとホワイトのベースがありましたね。はい、まあ、これに関してなんですけど、はい、まあ、どうしよう、まずベルベットアンダーグラウンドの話をしましょうか。あ、はい、しましょうか。まあ、ベルベットアンダーグラウンドっていうのは、まあ、1960年代に、まあ、ニューヨークから出てきたバンドで、はい、まあ、ボーカルのルー・リードっていう、まあ、めちゃくちゃ、まあ、カリスマな、うん、まあ、6年か7年前に亡くなったんですけど、はい、まあ、ロックの殿堂入りしている方の、まあ、彼のバンドなんですけど、まあ、やってる音楽っていうのは、まあ、サイケデリックであったりとか、はい、まあ、前言音楽だったりとか、はい、まあ、ノイズであったりとか、うん、まあ、たまに、以前、ソニックユースっていうバンドの話ちょっとしたんですけど、はい、まあ、ソニックユースはもう、もろベルベットアンダーグラウンドの影響を受けてるバンドですね。はい、はい、まあ、近年だと、まあ、そうですね、ソロックスっていうバンドがあるんですけど、うん、まあ、ソロックスもデビューの頃は、ちょっとベルベットっぽいな、ベルベッツっぽいなっていうふうにちょっと言われてましたね。ああ、そうなんですか、ね、はい。ファーストに関してはちょっと言われてましたね。うん、はい、ベルベットアンダーグラウンドのことを、ファンはベルベッツって言うんですよ。あ、そうですか。で、英語圏の人はベルベットアンダーグラウンドのことを、その、何ですかね、頭文字を取って VU っていうふうに、はい、表記することが多いですね。はい。そうなんですね。まあ、このシャツですよね。はい、このシャツは、ベルベットアンダーグラウンドのアルバムに出た4枚目に当たるアートワークで、はい、ロールトって言うんですけど、まあ、この4枚目に出たこのアルバムっていうのは、はい、それより以前に出てる3枚に比べて、はい、まあ、割とこうポップな、になってるっていうか、はい、はい、感じで、なんていうんですかね、まあ、聞きやすいというか、まあ、ちょっと語弊もあるんですけど、本当に好きな人が言わせると、ちょっとそこちゃうぞって言われるかもしれないんですけど、はい、まあ、ちょっとこう聞きやすいっていうか、はい、後にミュージシャンが割とその、このローデットの曲に入っている曲をカバーすることも結構多いアルバムなんですよね。そのアートワークが使われてるっていう感じですね。うん、まあこれね、別にアートワークだったりとかのアーティストものとかっていうのを観点に覗いても、なんかデザインとしては楽しい。あ、そうですね。いい感じしますよね。はい、あれですね、ウィーク2か。はい、ウィーク2でリター・アッカーマンが、そのベースの形のシャツやってたじゃないですか。はい、ああ、レイオンシャツ出してましたね。はい、やってましたね。はい、僕、それ、絵になってたんですけど、はい、そのシャツ2枚を、シュプリームのモデルやってる、プロスケーターのショーン・パブロが、はい、プライベートに2枚とも持ってましたね。2枚も羨ましいなと思いながら。買えなかったんですね、確か。買えなかったです。すぐになくなってましたもんね。そうですね。リター・アッカーマン、そんなに注目されてたんや。されないと思ってたから、よい声出ましたよね。そうなんですね。確かに。だって、鼻血のやつとかないやろみたいなもん、そうですね。聞いてたんですけど。鼻じゃなくて、チーム方か、M 字の方で。そうですね。あったんですけどね。で、っていうのが使われてると。いう感じ。あと、まあ、T シャツもなんか結構いろんな種類出てるんですけど。めちゃくちゃありましたね。一つは、まあ、SM 柄というか。ああ、はい。SM のデザインを出してるやつ。まあ、その柄についてなんですけど、はい、そのアートワークは、ベルベットアンダーグラウンドの名前の由来になった、はい、マイケル・リーっていう人の SM の小説があるんですけど、はい、それの確かあれですね、ジャケのアートワークでしたね。が使われてるっていう。はい、これってなんか普通にアーティスト T でもこういうデザインのやつあるんですね、確かに。ありますね。それと、なんですかね、古着で、ベルベットアンダーグラウンドオフィシャルのバンドティーで、これありますね。うん、ああ、そうなんですか。はい、そっくりそのまま、シュプリームの、なんていうんですか、名前で使われてたんで。なるほどね。っていう感じでしたね、僕にしてみれば。はい、
結構それってよく出したなって感じありますよね。そう、そうですね。こすられてるもんを出すっていう。そうなんですよね。でもやっぱさすがにあるじゃないですか、あの、ベルベットアンダーグラウンド2個のファーストのバナナのジャケットあるじゃないですか、はいはい、2個ホールさすがにそれ直球すぎてやってなかったっすね。ああ。スクリーム側が。ね、はい。あれやっぱ有名すぎるというか。そうですね。はい。なんでさすがにそこはやってないなと思いましたね。他 T シャツで言うとなんか注目ありますか？ T シャツで言うと、はい、あの、なんていうんですかね、白黒のメンバー4人写ってるやつあるじゃないですか。はい。それがちょっと僕、いいなと思いましたね。まあいいなと。で、その表の方のデザインが、はい、あのバンドのメンバーが写ってる写真なんですけど、はいはい、その写真は、まあ、60年代から70年代前半のベルベットアンダーグラウンドの、まあ、なんていうんですかね、写真を見たら出てくる写真なんですけど、はい、近年、ベルベットアンダーグラウンドが、あの過去の、なんていうんですか、作品を集めたボックス出したんですよ。うん、はいはい、あの CD のセットみたいなやつ、はい。その時に使われてたアートワークのジャケットがその写真でしたね。あ、じゃあ、まあ、あの、メインというか、その、通常のリリースで出してたやつの中で使われてたアートワークではないですか？そうですね。コレッティットっていうあのボックスを出したんですけど、ボックスの CD を。それに使われたアートワークですね。あの、もう一つの方の T シャツで、あの、背中にあのメンバー名が刻まれてるやつがありますね。ファーストのベルベットアンダーザニコ、アンドザニコの、はい、まあ、メンバーの名前が入ってるやつなんですけど、はい、まあ、ルーリードであったりとか、ジョン・ケイルとか、まあ、最後はニコの名前かな。はい。まあ、それなんですけど、あれですね、ニコに関しては、もともと、このファーストの、はい、このベルベットアンダーザニコっていうこの有名なバナナのジャケットのアルバムの時に、まあ、アンディ・ウォーホールがそれプロデュースするんですけど、もともとニコでメンバーでなかったんですよね。ああ、そうで、はい。で、あの、アンディ・ウォーホールが連れてきて、はい、まあ、よくある、ちょっとデビューする前にちょっとこの子も一緒に歌ってみたいな、あ、そうなんじゃないですか、ね、そういうの、はいはい、よく。まあ、それやったんで、だから、あれなんですよ、2枚目時にはもう、辞めたか首やったかどっちかになってましたね。あ、そうだから2枚目からいないですね、2個は。まあ、1枚目のそのバナナのアートワークも、あの、アルバムでも3、4曲しか確か歌ってないはずですね。なるほど。ああ、はい。では、あの、次の T シャツなんですけども、これはあの、あれですか、あの、手書き風の。あ、落書き風のやつですね。ベルベットアンダーグラウンドのメンバーが演奏している、はい、落書きのプリントですよね、はい。これなんかもう 4名になっちゃってるんですね。あ、だからそうですね。まあ、2個が。さっきなんです、ね、抜けた後。抜けた後の時代というか。まあそうですね。まあ、セカンドアルバム2個というか、うん。その位置づけでいいんじゃないですかね。うん。じゃあ、はい。次のあの、リンガティですね、はい。これちょっとだけ値段アップしてるやつ。そうですね。ちょっと僕でもいいなと思いました。このリンガティ。はい。これは写真としては、そうですね。写真を見る限りでは、あの、何ですかね、アルバムの別にアートは、ジャケットでも何でもないんですけど、はい、その写真の感じからすると、はい、多分ファーストの頃の活動してた時の写真のどれかだと思うんですけどね。はい、次が、あ、あれですね、あれですね。その、あれですね、あの、サイケデリックな、はい、ニコのフーディッド。そうなんですよ、そういうシャツですね。ファーストの頃にいたニコのアートワークなんですけど、はい、スローパーがちょっと僕欲しいなと思いました、ね、結構値段しますね。ああ、そうなんですか。34,500円ですよ、はい。マーティン・ウォンのパーカーなんか、そんな感じでしょ。ちょっとなんか思い出す感じなんですね。はい。はい、それでは次のあの、フードなんですけど、はい。パーカーですね。パーカー、はい。あの、バックにあれですよね。ベルベット・アンダー・グラウンド・ザ・ニコの。はい、有名なバナナのアートワークの曲目がそのまま書いてあるやつですね。バックプリントが、はい、なってるやつですね。でしたね。はい、この表の方のプリントにあのバナナのジャケットを使ってないっていうのが、はいはいはい、擦られすぎてるんで、はい、まあ、それがあれなんでしょうね。シュプリームのセンスなんでしょうね。これはちょっと使う方がいいなっていうかわかんないですけど。ああ、そうなんですかね。めちゃくちゃ有名なんで、あのバナナの。はいはいはい、あのマンディ・オーホールのが作ったあれなんですけど、ジャケットなんですけど、はい、デザインした。でしたね。その背中にある曲目の一番上に来ているサンデーモーニングっていう曲があるんですけど、はい、その曲が僕すごい好きで、はい、まあ、メロディーも美しくて、はい、まあ、始まりがちょっと鉄筋の音みたいなのが始まって、はい、でだんだんこう、なんですかね、甘くサイケデリックになっているサウンドなんですけど、うん、まあ、概要欄の方に、はい、まあ、この曲のなんですか YouTube を貼っときますので、もしよければ、聴いてもらえればなと思うんですけど。聴いてみてください。はい。でですね、このサンデーモーニングっていう曲なんですけど、はい、
レディオヘッドっていうバンドが、90年代の後半に、OK コンピューターっていう、まあ、すごい評価の高いアルバムを出したんですけど、そのアルバムの曲の中にある、No Surprises っていう曲があるんですけど、その曲もちょっと鉄筋から始まるんですよ。多分、聴いたら多分すぐわかる。めっちゃ有名な曲なんですけど、その当時僕その曲を聴いた時に、これベルベットアンダーグラウンドのファーストのサンデーモーニングっぽいなってめっちゃ思ったんですよ。で、まあ、僕が思ったことが、まあ多分世間の人も思ったのか知らないですけど、まあ割とそういう声があって、で、後にバンド側がそれに対してちょっとあれでしたね。それは違うっていうようなコメントをしてましたね。まあそうですね、今回のベルベットアンダーグラウンド関係のやつとしては、まあ以上ですかね。そうですね。なんですかね。まあ総括すると、あれなんじゃないですか、その、ベルベットアンダーグラウンドのことが、まあ、シュプリームのクルーが好きなんだなっていうのがよくわかる感じでしたね。まあ、同じニューヨークってことですね。そうですね。はい。今回のベルベットアンダーグラウンド関係の、アイテムな、気になるのってどれですか？まあ、さっき言ったんですけど、やっぱ2個が、何ですかね、フューチャーされてるパーカーだったじゃないですか。はい。サイケデリックな。まあ、これはちょっといいですね。まあ、欲しいですね。過去ですね。はい。まあ、着こなすのも難しそうですけど、ね、そうですね。なんか、まあ、なんですか、アートピース的な感じで、なんていうんですか、着る着ない別で、なんか、持っときたいなっていう。なるほど。そんな感じでしたね。あ、音楽好きな僕としては。はい。はい。まあ、あと、そうですね、ベルベットアンダーグラウンド以外の、今回のアイテム、はい。あ、そうですね。色出てますね。うん、はい。なんか、水筒であったりとか。そうですね。ありましたよね。なんか、気になるので言うと、SS で、はい、19SS の、ちょっとウィークはいつやったか忘れてたんですが、ナイキとのコラボやってる中で。ありましたね。はい。はい、まあ、なんか90年代彷彿させるようなスポーツジャケットみたいなの出せるとありましたじゃないですか。あれですよね、ウエストバックみたいなのがやってるやつですね。そうそうそう、あれにちょっと今回出てるスポーツパイピングパフィージャケット、はい、グリーンのジャケットとか、グリーンのジャケットは特にまさにそんな感じでしたね。雰囲気似てるなって思いましたね。はい、今回ね、公開されている写真の中でもそのベルベットアンダーグラウンドの写真多いと思うんですけど、アイテムを着た写真ですよね。はい、はい、この辺りどうですか。そうですね、パーって見たら、その、なんていうんですか、その、ベルベットアンダーグラウンドのサイケデリックな、その、ことを、なんていうんですかね、その、写真館に表してるっていう感じがしましたね。はい、なんかこれ、あれですね、写真撮ったの日本人だよね。あ、らしいですね。なんかニューヨーク在住の、ちょっと名前忘れたんですけど、はい、日本の方が撮られてますね。はい。後者ですね、ファッションアイテムだけど、ファッションっていうのは、はい、まあ、音楽とか、あとアートとかとはまあ切り離せない関係にあるというか、まあもうね、それは間違いないですね。そうですね。まあなので、まあファッションアイテムを紹介していくときにも、こういうなんていうかね、使われているものがどういうものなのかっていうのを、そうですね。まあ知識なんかも絡めながら、まあそうですね。まあ、説明していきたいですね。はい、なんかそういうのも、はい、聞きながらちょっと進めていけたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。高評価お願いします。はい。それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.